サウジアラビアに負けた直後に日本サッカー協会会長に田島さんが全会一致で再任されました。これについてどう思いますか？代わりがいないんでしょう。だから、田島さん自身はすごく僕、リスペクトしてますし、お世話になってもいますし、長い間一緒にそういう意味で日本代表を背負って仕事してきたわけなんですけど、変わらないといけないことは変わらないといけない。で、それが、田島さんかどうかっていうのは簡単ですけど、実際はそんなに甘いもんじゃないんじゃないかなと思ってはいます。後任が本当にその人がふさわしい人が出てきて初めて出てくる議論かなと思ってますね。